はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日もですね、クソデッキ製造工場により、クソデッキをね、作ってきたんでやっていきましょう。ペンディラムコールをね、全力で悪用していくデッキなんですけども、この間ダイダロスで全ハンデスするデッキ作ったじゃないですか。あれ、ダイダロスが弱すぎて、ネオダイダロス弱すぎて、ハンデスした試合全部負けるっていうのが意味不明なことが起きたんですよ。ちょっとね、改良してきまして、結局強いのってクジラじゃねっていうね。結局何が強いか、結局クジラが強いんですよ。だから、今回はクジラを活躍させていくっていうデッキを作ってきました。これ、どういう風に動いていくかっていうと、この間のダイダロスの動画を見ていただいた方だと分かると思うんですけども、ペンディラムコールで、スケールを持ってくる。で、スケールで、レベル2から7のモンスターが、特殊ができるんで、フィッシャーマン2世とか、この、城塞クジラを出していき、城塞クジラは特殊召喚に成功した場合に、シーステルスアタックをセットできるんで、これでビートダウンしていくっていうデッキですね。今ね、コズミックサイクロンほとんどなくて、環境に。大体がサイクロンなんですよ。サイクロンに対しては、シーステルスってかなり強くて、なんでかっていうと、そのシーステルスアタックで、モンスターを除外すればね、魔法トラップカードが破壊されませんし、シーステルスが存在している場合、ダメージ計算時、ダメージステップ開始時、相手のモンスターを破壊するっていうね、効果がありますから、しかも、このクジラはね、一旦に一度対象に取る効果、自分のフィールド上の水属性モンスター一体のみを対象に取る効果を無効にできますから、無効にして破壊できます。はい。だから、ハーピーとかにはね、結構強く出れるんですよ、意外と。狩り場とか効きませんから、シーステルスアタックで除外してあげれば。で、しかもなんかフィッシャーマン2世は、海が存在している場合、他のモンスターの効果受けないっていうね、最強効果持ってるんで、これね、意外といけます。まあ、決まればね、ペンディラムコールからの、ペンディラム召喚が決まれば結構いけます。はい。で、弱点としてはやっぱりね、事故るっていうこと事故るっていうことと、あとクジラ来ないとマジ弱いっていうことですね。まあ、一応クジラがね、いなくてもこいつが破壊されたら、クジラ持ってこれるっていう効果になってますんで、デッキから水属性レベル7モンスターっていうのに加えるよっていう効果がありますんで、まあ、これで、クジラ持ってきて、まあ、ペンディラム召喚していくみたいな動きが、まあ、できればな、みたいな感じですね。で、隠された効果として、こいつが水属性っていう。こいつ水属性なんですよ。だからシーステルスアタック対応してます。謎に。謎のシナジー。早速やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。さあ、お相手の方。クジャクマイさん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。さあ、とりあえずペンディラムコールを発動して、ペンディラムコールの効果により、手札を1枚捨てることによってスケールを持ってくることができる。そして、俺はペンディラムスケールをセッティングジャイ。ペンディラムスケールをセッティングジャイっていうのめちゃくちゃ違和感あるんだよ、なんこれ。そして、ペンディラム召喚ジャイ。いや、めちゃくちゃ違和感あるな。これ、違和感しかねえ。そして、城塞クジラをペンディラム召喚ジャイ。ペンディラム召喚に成功した城塞クジラの効果発動ジャイ。これによってシーステルスアタックをセットするんジャイ。ターン終了ジャイ。ターン終了ジャイ。そしてドローフェーズシーステルスアタック発動ジャイ。よー、最強だ。クイーン、なに狩り場うぜえ。まあでも狩り場はね、どっちか除外したったらいいかな。どっちか除外したったらいいんで、はい、はい、狩り場ね、オッケー。狩り場いいよ、狩り場オッケー、狩り場オッケーです。今狩り場で破壊してくるようであれば月の章、はい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 、なるほど、月章。あー、城塞クジラはね、あれなんですよ、城塞クジラはですね、対象に取ることが無効にできるんですよ。これあれか、一回踏んでからハーピーで戻そうとしてる。わかんねえ。はい。狩り場ね。オッケー。いや、もう、クジラ仕事終えたから、クジラ除外してるよ、俺。シーステルスアタックの効果発動。シーステルスアタックの効果によって、俺は城塞クジラをゲームから除外することにより、このターン、フィールド上の魔法トラップカードは全て、効果では破壊されない。これが最強だ。ちなみに、伝説のフィッシャーマン2世は、海がフィールド上に存在する限り、相手の、モンスターの効果を受けない。いや、相手のではないな、フィールドのこのカード他のモンスターの効果を受けない。なんて強いんだ、なんて強いんだ。さあ、これによって相手は満喫をなんかめちゃくちゃ展開してきてるけど、ハーピーで戻すことができないんだ。
ちなみに伝説のフィッシャーマン2世は、はい、で狩場ね、はいはい、もう意味ないね、一切破壊されねえから。俺のフィールド上の魔法トラップカードは全て効果でも破壊されない、つまりハーピーの狩場でも割れねえってことよさあどうする。まあこれなんかモンスター全部効果受けないからさ、何出してきたところで大丈夫なんだよね。デッドリシーン聞きません、うん、サンダースパーク聞きません、うん、何ですかと入ってるやつ、なんか分かんないですけど、とりあえず全部聞きません。裏側を修行にするみたいなカードも聞きませんから、はい、SC ね、はいはい、いいですよ、はい、カリバー OK で、カリバーの効果発動にチェーンしてハーピー SC の効果で戻そうとしてきても、なんと伝説のフィッシャーマン2世の効果により、はい、受けない。はい、フィッシャーマン2世は何度もかも受けない、帰ってくるよー、ドロー、流血も来た、オッケー、流血も出そう。ペンデラム召喚、ちなみに流血はなんと水属性です、なんと流血の魔術師水属性なんか噛み合ってる、バトルバトルじゃい、行け流血の魔術師でお前のモンスター攻撃、そしてフィッシャーマンで攻撃、強え、めちゃくちゃ強え、なんか死んねえけどめっちゃ強え。さあどうする、クジャクマイさんよ。ちなみにシステレスの、 あの除外する効果は何かの効果にチェーンすることをね、あの念頭に置いておく。あ、ハーピーのこういうこと、こういうカードはチェーンするべき。ですね、これは流血の魔術師を除外することによってハーピーの羽暴起さえも受けない、なんとハーピーの羽暴起さえも受けない。強くて草、ガチで強いやんけこれ、でっけやばくない、めちゃくちゃ強いんだけど、バトル最強デッキ爆誕してないこれ。ハーピーの羽暴起もう仮番も何にも効果受けないのやばすぎるでしょ。ボトルフェイズで、はい、はい、パリーンって割ってく、はい、はい、1個言っていいですか、この環境トップらしいですけど、この鳥弱くね。さあお相手の方、これは負けたくないイーくんですね、よろしくお願いします、ビュールさんだ。とりあえず天候発動、天候発動、アトランティスいらねえで、2枚のカードを持ってきて、で、ペンデラムコールを、ペンデラムコールじゃない、ペン流血魔術をセッティング、流脈の魔術をセッティング、2からのモンスターが同時で召喚可能、ペンデラム召喚ペンデラム召喚ジャイ意味わかんねえよな、ペンデラム召喚ジャイは本当に意味わかんない。で、城塞クジラの効果によってシーステルスアタックをデッキからセットさせてもらうぜ、これによって俺はターンを終了し、お前のドローフェイズシーステルスアタックを発動させてもらう、これが次世代のシーステルスデッキ、行けシーステルスアタック、はぁ、好きでしょ、無効だな、城塞クジラの効果によってお前のカードの効果を無効にさせてもらう、対象に取る効果を一旦に一度無効にすることができる、いや別にそれは別にいいか、海アトランティスでやる必要ないや、サイバードラゴンコア、あーいいだろう、サイバードラゴンコアいいだろう、いやでもね言うてね、あのね、サイバレティックオーバーフローはめっちゃきついですけどねあの表側割れるカードなんで、そう前割れちゃうんですよ、前割られるのは言うてきついですけど、結構エマージェンシーサイバー OK です、前割られるのが一番きついんで、一応逃げるしかない、逃げた時にその盤面があの空になるんで、前が空になるんで、それが一番きついかな、やばいか、やばい、なんかそう言ってたらなんかやばい感じになってきた、あネクステアいいだろう、ネクステア、でもエマージェンシーサイバー持ってきてるから、でサイバードラゴンでしょ、まあ、あれはいいんだよ別に、なんだっけあの人、ノバはいいんだよ別に、ノバは別に大丈夫、インフィニティはやばいけどノバは別に大丈夫、どんだけ動かれてもノバは別に効果で返されてなんか出てくるみたいなことあるけど、あれも全部シーステルって処せるから大丈夫、全然問題ない、シーステルスアタックはやばい、ちなみに OCG の方では最近クジラデッキがめちゃくちゃ強化されまして、そちら の, あの対戦動画この間撮ったんでよかったら見てください、
あの海流神リバヤさんってヤバすぎるモンスターがあの大活躍してますんで。いや土木ザークヤバ。えこれこの子にもうちょっと食ったカードかもしれない。カード破壊する。えらこれあれだね、対象トンネルだよな。対象トンネルヤバい。シュル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 、逃げろクジラ。クジラ逃走、クジラ逃走中。やっうわつえつえやばい。知るか3000やばいか。いやでもね、あの大丈夫、モンスターしか知らないから大丈夫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 。よし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 。あぶね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 。癖なし。オッケー。最後のコーバクローが一番やばかったんですけどね。まあとりあえず流血の魔術師を爆弾もう一回させていく。しつこいように出てくる。で必殺技ちょっと見せようかな。新シースクリプトアタック必殺技クジラと流血でオーバーレイ。幻想の黒魔導士、幻想の黒魔導士の効果とオーバーレイユニットを一つ使うことによってデッキから通常魔法使い族モンスターを特殊召喚することができる。そしてこれでバトルフェーズに入っていく。リューマクラ魔術師が、攻撃宣言する場合魔導士の効果によってゲームから相手を除外していく。これがね新シーステデッキの必殺技。対戦ありがとうございました。やってることなんか強くねえのっけ、まあ、そこそこ事故るけどね。さあお相手の方 HK 変態カメキンですね。よろしくお願いします。デル3倍今から海の恐ろしさ見せてやるぜよ。ペンディラムコールを発動じゃい。ペンディラムコールによってアトランティスを手札にから捨てて流脈と流血を持ってくるんじゃい。そして、流血の魔術師をペンディラムスケールにセッティング。流脈の魔術師をペンディラムスケールにセッティング。そしてペンディラム召喚、2体のモンスターをペンディラム召喚じゃい。ペンディラム召喚じゃいのなんかところあまりにも悪すぎてびっくりするな。さあしろ、違和感しかねえこのデッキ、違和感でしかねえ。ボルカニックボール、なるほど、ライトボールか。はい、ボール効果、はいはい、イージーチューニング極楽鳥、やばい、なんかやばそう、やばい、これは、え、これもし、え、ファックス、やばい、やばい、呼吸とすや、きった、呼吸とすや、呼吸とすや、やばい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 、やべえ、こう相手は相手の効果の対象にならず効果では破壊されないって書いてる。マジンスペクターやばい、なんかやばいこと起きてる。ちょっと待ってやばいやばい。伝説のビシャーマンの効果を発動。俺は手札に城塞クジラを持ってくるしかないぜ。これまずいぜ、これはまずい。どうすればいいんだ。え、あいつを突破するカード入ってんのか、やつを突破するカードあんのか。ダークアームの意味ねえもんな、ダークアームの意味ない。え、これ積んだんじゃねえか、これ積んだんじゃねえか、これこれさては積んでんだこれ。やっぱダメだって、効果の対象にならず効果では破壊されないって絶対おかしいもん。やばいやばいやばい、マジでやばい、これガチでやばいこと起きてる。これあれだわ、ラッキーストライプだわ、これラッキーストライプ入れなあかん、デッキの中に。回答ないもん、マジで。ヘルモスの爪、やばい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 、やばすぎるやばすぎる。勝てねえよこれ、どうやって勝てばいいんだよ。5900呼吸とさ、やばい。